1>, 1ヶ月前にお茶の水クリスチャンセンターで行われたその墓会者への召しに関するセミナーがあったんですね。一日のセミナーだったんです私は直接参加できなかったので、その録画されたものを先週見ることができました。で、それを見ながら、ああ、神様、牧会者として召されることを、これ、確信があるの重要なんだなというのをもう一度思わされたんですが、私が進学校に行っていた時代に、あ 学生たちどう進学校来たのっていう,ふうに互いに聞くわけですよね。で、みんないろんな答えが出ますけど、ある生徒は親が送ったから来たんですっていう答えだったんですね。毎回誰かが聞かれると、進学校なぜ来たの親が送った学費出してあげるから行きなよって言われて来たんですっていう,うに正直だなと思いましたけれども、そういう学生が進学校にいたんです。皆さん考えてください。あなたが医者になるために医学部に行ったとしましょう。で、その医学部に なぜあなたは医学部に来たのって言ったらえ親が行けって <laughs> 親が行けって言ったので来たんですっていう。あと弁護士を目指す生徒が法科大学院に行ったとしましょうでも他の生徒なぜ来たのって言ったらえ親が応募しろって言ったので親が全部出すって来たんですって言ったらうわこの生徒のこの使命感のなさすごいなっていう感じですよねこの普通医者とか使命感を持ってやらなきゃっていう,ふうに思うんですけども 大丈夫かこの生徒というふうにそういう,うにも思うかもしれませんでここで一つ質問したいのはこういう使命感のない人たちでも素晴らしい業績を残すことはできるのでしょうか皆さんからの経験談からはどうですかで500年前に実はドイツに弁護士を目指していたクリスチャンの青年がいました彼の名前はマーチン・ルターです でマーチン・ルターは実はお父さんが彼ものすごく弁護士になってほしくて弁護士を教してたんですねで彼が修道士になっていくんですがあなぜ修道士になったのかっていうのその戦いきを聞くと面白いのが雷の日にあまりにも雷が怖くて神様神の今日を助けてくださるならば私は修道士になりますというふうに言っちゃうんですね告白しちゃうんですね I'll become a monk っていうふうに なので恐怖に怯えてたまたま告白したのが本当に修道士になってしまったのがアクシデントになってしまったのがマーティン・ルターさんです。ーでマーティン・ルターは結構,あの結構だからそういう生徒たちと一緒になっちゃってですよね。な,んちゃっ,てな,なっちゃいましたというような人なんですけど面白いことは神様がそんな人であっても大きく歴史を変えるような人物として用いてくださったというところが面白いところであります。でマーーン・ルターは 500年前に宗教改革を起こした人物として知られています。で当時、堕落していた教会を、教会が聖書に戻るべきだ、そしてあそういう伝統とか間違っているところはほん本当の純粋な信仰に戻るべきだというのをものすごく主張した人でありました。なので彼から 私たちのプロテスタント教会が始まっていくわけなんですけれども、皆さん、プロテスタントってどういう意味ですか英語を分かる方プロテプロテスト、プロテスタントはプロテスト。何かに反対したという人たちです、私たちは。何から反対しているのその聖書から外れたキリスト教に反対してプロテスタント教会ができたという風うにあ知られていますで。当時、マーチン・ルターは、 95箇条の論題というものを書き上げています。カトリック教会が間違ったところこれだけありますねというのを書き上げていますが、分かりやすくそれを95個も全部あるとたくさんありすぎて分かりやすくすると5つにそれを簡単にまとめることもできるんですけれども5つのみという5つのソラスというものがあります。なのでで例えば英語では ソーラースクリプトゥーラとかソーラーフィデとかそれラテン語ですけれどもあのソーラー何々ソーラー何々って5つがあるんですね信仰のみとか聖書のみ恵みのみというようなそういう5つのソラがありますけれども救いにおいて最も重要な教理は信仰のみといわれるところでありますカトリック教会が言っているように 信仰プラスあなたも頑張ってその救いを成し遂げなきゃいけないというものではなくて私たちは信仰のみによって救われるのですというのをマーティン・ルターが強調しましたなので今日その部分を私たちが見ていくんですがマーティン・ルターは自分が宗教者として聖書を教える前は救いに対する確信が本当になかったんだそうですなのでいつも祈っている時に今週は 霊的にも調子悪かったかな今週死ぬと多分地獄に行くのかなっていう,うに疑いがものすごく強かったんだそうですでもある週は奉仕もたくさんできて霊的にも状態が良かったので今週は天国行けるかないつも自分の救いの信仰が行ったり来たりしていたわけですで彼が思ったのは救いの信仰ってそんなに簡単に揺れるものなのかで彼がやがて聖書を教える教師となって聖書を勉強しながら 救いは私たちの行いによるものではないということを発見していくんです聖書から発見していくんですねなので宗教改革時にこの部分がものすごくアピールされた教理でもありますでそれを今日私たちは「ゼカリア三書」という聖書箇所を通してその信仰のみというところを一緒に見ていきますで今日「ゼカリア三書」を読みましたけれども 登場人物誰がいましたかゼッカリア三章ヨシュアという大祭司が出ますそしてサタンが出ますそしてもう一人言うならば、まあ、天使だったり神様がそこにおられますけれども今日2つのポイントを大きく見ますまずはサタンの行いとサタンの視点から1つ目の適応ポイントをまず見ますそして大祭司の立場に立って信仰のみによって 許され救われるとはというところを2番目のポイントとして見たいと思います今日ゼカリア3章を私たち見ていますけれどもあ最後の旧約聖書の一番最後の書物から2番目の本になりますねイエス・キリストがこの地上に来られる520年前に書かれた書物だというふうに知られていますでその時代っていうのは ずっと私たち、列王記やってきたんですが、イスラエル・ユダ王国が滅びて、バビロン捕囚の時代が約70年ありました。ユダ王国が滅びてから70年。そして、人々が戻ってくるんですね。ペルシア帝国になって人々戻ってくるんですが、その時にゼカリアという預言者がいました。で神様が彼にいろんな幻ビジョンをお見せになったんですねで。その8つのビジョンを見ていますけれども、 これが一つその8つのうちの1つのビジョンとなっています。そのビジョンを今日私たちが1節から8節読み上げたんですが神様の御座の前の神であるということが分かります。1節見てください。主は主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアを私にお見せになった。サタンが彼を訴えるようにその右手に立っていた。 なのでこれは神様の御座の前、王室ですね、天の王室の中で今行われているシーンだということを見ることができます。面白いように、なぜか神様の御座の前にサタンがまあ制限はあったんでしょうけれども、出入りしている、アクセスできているということが、まずこの箇所を通しても分かります。サタンが完全に滅びる前は神の御前まで行ったり来たりしている。今日一番目のポイントなんですが、 サタンは告発者です。原告人、そして別の役にすると検察。あサタンが神の前に一説見ると、出ている理由というのは1つあります。それは大祭司のヨシュアを告発するために出ています。訴えようとその右手に立っているのが分かります。サタンは ヘブル語の聖書、旧約聖書を見ると、そのままサタンというふうに出ています。でも、これが新約聖書のギリシャ語で見ますと、ディアボロスという単語が使われています。で、ディアボロスという単語は面白いことに、他人の罪を読み上げる検察官、プロセキュールーというふうに訳される単語なんだそうです。でサタンという単語、そのまま意味を辞書で探すと、検察官、その プロセキューターという意味であると。呼ぶき一章を見ると、信仰の良い呼ぶがいます。で神様が私の下べ呼ぶを見たかっていう褒めますけれども、その時誰が登場しますかサタンが登場して、神様それは呼ぶね、今幸せに生きているから信仰を守っているんだけども、彼の持っているものを全部奪ってみてください。神様も一緒に捨てますよ。というように、サタンが信仰の良い呼ぶも訴えるわけなんですね。 なので神の見に、そにサタンがそこでも告発者として出ているのが分かります聖書一番最後の目示録にサタンが地獄に落とされるという箇所がありますけれども12章10節見てくださいサタンの姿を見てください私は大きな声が天でこういうのを聞いた今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた私たちの兄弟たちの告発者 ディアボロスというサタンがここに登場します。昼も夜も私たちの神の見前で訴えるものが最後には投げ落とされるからであるというふうに書いてありますけどサタンのフルタイムジョブフルタイムの仕事は何でしょうか彼はクリスチャン兄弟たちを神に訴えるものであるというふうに聖書は言っています。今日の箇所でも 大祭司の善者を訴えるために神の前に出ています。皆さん大祭司って誰ですかイスラエルの民全体を代表する霊的指導者です。誰よりも聖書をよく知っていて、祈りの生活やデボーションの生活でも模範を見せるようなそういう人であります。それが大祭司。年に一度、死聖所に唯一入れる人がこの大祭司です。で今日で言えば、 キリスト教を代表する教師という形が大祭司ですサタンが彼をどう訴えるのかヨシュは大祭司が着ている服が汚いというのを訴えるんですね神様の見前で着ている服が汚いのですこれを霊的に言うならばこの汚れというのは罪のことであります 神様大祭司が神の前に出る前にはお風呂にも入って身を清めてちゃんと霊的に備えて出てくるはずなんだけども見てください彼の着物これだけ汚れています罪を指しています染みがついていますということ罪がまだ残ってありますよ彼は決して完璧な人ではありませんよ祭司にふさわしくありませんというのを訴えていますローマ8章33節に 誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですかっていう箇所があるんですがサタンですサタンが訴えています今日の箇所に戻って2節見てください主はサタンに言われたサタンよ主がお前を咎めるイエルサレムを選んだ主がお前を咎めるこの者は 火から取り出した燃え差しではないかまず神によって選ばれたものをサタンが訴え告発していることに対してまずとがめるというように神様がおっしゃられていますそしてその後に見る表現が面白いんですがこのヨシュアという大祭司は今火から取り出された燃え差しではないかというふうに言うんですね燃え差しではないか 燃えささしって皆さん何ですかバーベキューをやるときに炭火を起こしてそこにまあ焼き鳥みたいな串をこうやって刺しますよね火の中に焼くためにでそれを入れた後に取り出しますと大体黒く焦げていますでそれの熱がその串の熱が冷めても焦げたあとは残りますよね 冷水を持ってこの櫛を冷やしたとしても黒い跡というのは残ってしまいます。なので、燃えさしではこの余っという人は罪の炎から救われ許しが与えられ今、罪の炎の中からこうやって出されたんだけどもそれでも少しは黒いシミは残っているではないかというふうに神様が説明なさっているということです。サタンに 罪から炎から出されたんだけど、まだその黒い趣味は残っているよね。英語の表現にすると、Joshua, the high priest Joshua, he's forgiven. The condemnation is gone. Guilt is gone, but pollution still remains. Pollution is still there. そういう意味です。黒い跡っていうのはまだ残っている。神が救われた罪人をこう説明なさっています。 救われた人だよね、この人は。でも、この地上では完璧な人生を生きることはできないんだよね。なので、まだ罪によって焦げた跡がまだ残っている,のいるんだよ。サタンよ、あなたはそれを訴えに来たのかという意味です。皆さん、クリスチャンになる前にプライドがめっちゃ高かったとっいう人いますか そしてクリスチャンになる前にものすごい怒りっぽい人であった私はっていうそういう方いらっしゃるでしょうかでクリスチャンになってからも時々昔の自分に戻るんだよねっていう人いますか時々自分がクリスチャンなんて完全に忘れて昔の自分に戻るんだよね以前昔のあの有名な伝道者が クリスチャンになって清い道を歩んでたんだけど電車で喧嘩を売ってくるやつがいると完全に自分がクリスチャン教師だってことも忘れてるそういう人もいたっていううに言われますけれどもどうでしょうか皆さん自分がクリスチャンになっても悪い昔の癖って戻ってくることあると思いますでそういう自分昔の自分に戻った時にうわいけないと思うんだけどもサタンがそこをついてきますあなたが救われてクリスチャンなわけないよねって 見なさい、あなたのこの罪悪い癖を見なさい。You can't be a Christian! あなたがこんなこといまだにやってるんあれば、クリスチャンなわけないでしょっていうように攻撃するわけです。サタンが仕掛ける攻撃でありません。信仰をなくさせるための攻撃でもありません。あなたが救われているならば、それはないでしょうっていうような、訴えるサタンですで。神様がおっしゃるのは、クリスチャンでも、 焦げた跡っていうのは残ってるよね少しこの地上では残ってるよねアドリアン・ロジャーズという牧師が過去にこんなことを言いました私が救われる前っていうのは私は罪に向かって走っていた存在であったとでもクリスチャンになってから私は罪から走るものとなったっていうんですね 罪に時々陥ることもあるんだけど、また立ち上がったら私は罪から離れようと必死に走るものである。それが本当のクリスチャンの姿であると。で考えてください。皆さんが本当に私はクリスチャンなのかどうかっていうのを見極めるためにこう考えてみてください。皆さんの中に神を愛し、罪から走りたいという願いが。 ありますかもしあるというに答えられるのであれば神様がくださった心でありますそれは神様を愛し神様を愛するがゆえに私は罪から離れようと罪から走っているんです時々あ罪に陥ることもありますけど続けてそれでも離れようと必死なんです神様が与えてくださった心でありますそして自分が本当にクリスチャンだなという自覚を持つことができます サタンが今日この大祭司ヨシュアに対してその攻撃を仕掛けているの神様に向かって訴え,訴えているのを見ることができますでこの点に関して一つ軽く適用を申し上げて次のポイントに二番目のポイントに入っていきたいんですがこれサタンから見ての適用点になりますでこの箇所を私が今週目想しながらジョン・パイパー牧師の説教を 何本か聞いていたんですけれどもジョン・パイパー、アメリカでかなり知られている牧師なんですが彼は自分の性格テスト16個の性格テストをやってみると INTJ が出るんだそうですこの中でも INTJ っていらっしゃるでしょうか彼はあ自分の傾向をこう説明したんですね自分反省会が好きなんだそうですジョン・パイパー牧師反省会振り返るの好きであここはもうちょっと発展できるよねっていうのを考えるのが大好きなんだと。 でもそれが教会生活と結婚生活の中で何に気づかされたかというと自分だけじゃなくて相手を見るときにもそういうあこの人はここをもうちょっと発展させた方がいいよねっていうのがすぐ見えるんだそうですなのでそれが人間関係において微妙なその緊張感を与えたり相手に疲れを与えるっていうことを後から気づいたんだそうです他の人と仕事をしていても結婚関係の中でも あなたここ成長できるよね Oh, you can always improve here. っていうような思いがあるわけです。でそれがやがて批判の声にもな,なりうるということを自分は知ったんだと。ジョン・パイパー牧師がこんなことを言っていました。あなたの訴えっていうのは自分にも訴えがあって他の人にもこういうアドバイスとしたいんだけれども、自分の訴えっていうのは本当に相手を愛し、相手が立て上げる。 られるためのものなのもなかそれともただ相手を罰するためのバッシングをするための批判なのか大きな差があるっていうんですねサタンは相手を罰するためにそして完全に滅ぼすために攻撃しています批判していますその彼を立ち直されさせようという思いではなくて完全に滅ぼそうとしているってことです、ね でクリスチャンが批判をするようであれば正しいのはその魂を愛しその人が立て直されるために分かち合うということになりますマーティン・ルターは500年前にカトリック教会の批判すべきことをたくさん書いてますけれども実際に裁判所に立てられた時にカトリック教会の裁判所に立てられますけれどもマーティン・ルターが何を言ったかというと 自分が言ったことに対しては間違いはありませんというふうに言うんだけれども言い方は確かに厳しかったですねって告白するんですね映画でも出ますが彼が「I admit I was too harsh」そのカトリックの教皇に対してだったりまた進学者ジョン・テッツォーという特にその免罪符を売っていた教師に対してもちょっと厳しいこときついこと言ったかな「I was too harsh」というのをマーチン・ルタータが言ってるわけですよ で私たちクリスチャンはもちろん正しいことを言う必要はありますけれどもどのようにそれを分かち合うのかサタンのように告,白告発するように言うべきではないということをここでまず学ぶことができます今日2番目のポイント中心の今日の箇所の一番大事なところを一緒に見ていきたいんですがこの2番目のポイントは キリストの義を着せられるという部分です4節を見ていきますね4節に見つかいは自分の前に立っている者たちにこう答えた彼の汚れた服を脱がせようそしてヨシュアに言った見よ私はあなたの戸川を除いたあなたに礼服を せよう皆さんは過去に犯した罪で苦しむことがありますか自分のミスで誰かが怪我してしまった誰かが会社辞めることになってしまった自分が言ったことで嘘をついたことで誰かを深く傷つけてしまったということで皆さんは まだ苦しんでいることがありますか過去について。まだ何か古着を着ているような感覚かもしれません。まだそれ完全に脱げてないような感覚かもしれません。18世紀のイギリスの作家の中にサムエル・ジョンソンという作家がいましたが、その彼の自伝の中にこういうストーリーがあるんですね。昔自分のお父さんが農夫であって、 野菜を週末になると屋台でその市場で野菜を売っていたんだそうですで。ある週末、息子のサムエルにあなたがちょっと土曜日に行ってその野菜を売ってくれないとううお願いをしたわけですで。18世紀のイギリスの話ですで。その野菜をはいやります、売りますというふうにサムエルは言ったんだけど結局その土曜日に何か他のことができてしまってサムエル、10代だったサムエルは そそここに行くことがでできなかったんだそうですで結局その家族がやっていた屋台だったんですけれども野菜がその日は売れずそして多くの野菜がなんと盗まれてしまったり大きな損害を結局受け持つことになったんだそうですでそのことがあった後にこれは後々にお父さんがサムエルのお父さんが亡くなりますけれどもお父さんが亡くなってサムエル氏は その数年後にその同じ屋台が建っていた野菜を売っていたその屋台のところに戻ったわけですその時はもう市場も全部なくて荒れ地になっていましたけどそこに立って大雨がその日降っていたということなんですけども自分は大雨の中傘を差すこともなくずぶ濡れになってそこに2時間も立っていたんだそうですそして2時間雨ずぶ濡れになりながら何を考えていたかというと あの時自分が犯したミスそしていまだに持っている罪悪感これも一緒に雨によって流したいという思いだったんですその罪悪感それによって家族に迷惑をかけてしまった家族を悲しませてしまった一緒に流してほしいで彼が自分の時代の中に最後に書いているのは2時間自分の連立ってたんだけども罪悪感なくならなかったっていうんですね 残念ながらそれだけ懺悔しに行ったんだけれども罪悪感なくならなかった皆さんにそういう経験ありますでしょうかそして自分の中に聞こえる声があるかもしれませんあなたの罪は消えない過去のその罪悪感も消えない許されないというような声が聞こえる時があるかもしれませんある心理学者が 人が何か過去のことばれたくないというような時にこういう夢を見る人もいるんです。これ必ずも100%合ってるということではないと思うんですが、こういう夢があるんです。私も過去にそういう夢ってあるんですけれども、実際に私が見た夢の中では、私がプールの中で泳いでいます。プールで泳いで、よし、プールから出ようと思ったらいきなりシーンがオリンピック競技場の中で私が泳いでいった。で、プールから出ようとしたら突然気が。 これ夢の中です気づいたら自分が水着も何も着てないということに気づくわけです。そういう夢、皆さんないですかで、オリンピック競技場なので、次の競技が始まるのに私はプールから出なきゃいけない、でもみんなが見ている、カメラも見てる、どうする、パニックするような夢を何度か見たことがあるんですが、ある心理学者の分析によって、あくまでもその人の分析なんですが、別に占いとかそういう話ではないんですが。 誰かに過去が暴かれるのが怖いとか、何かか自分を分をち合うことのできるその人に不安を抱えている人が、こういうふうに夢に現れることがありますよねというふうに言うんですね。罪悪感や恥不安を抱えている人が、そのように夢にそういうふういふに現れるかもしれない。先ほど読み上げた4節っというのは、 神様が大祭司のヨシュアに少し焦げた跡が残っているヨシュアに対してあなたに礼服を着せようという箇所ですで。英語では純潔なベストという表現が出ています。これもともと言語で見ると白く高価でロイヤルな,ロイヤルなガウンであるということが言語で見ると分かります。 きれいな服をあなたが今まで着ていた古着ではなくてシミのついた古着ではなくて全く新しいものをあなたに着せようということですその罪悪感を今まで持っていた罪悪感を持ち続ける必要は全くない私があなたに全く新しい服を着せよう高価なそして完璧な礼服をあなたに着させるそして五節にこう続きます 私は言った彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりませんすると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ服を着せたその時主の使いはそばに立っていた大祭司のヨュアに礼服きれいな礼服が着せられる場面になっていますでこの場面っていうのがこの箇所では全部説明が載ってるわけではないですよ 新約聖書でこの新しい木が着せられることに関して何て書いてあるのか2箇所一緒に開きたいんですが皆さん聖書のある方はローマ書3章20節開いてみてくださいローマ十3章20節にこうありますなぜなら 人は誰も立法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。立法を通して生じるのは罪の意識です。しかし今や立法とは関わりなく立法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。神の義すなわちイエス・キリスを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。 すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず神の恵みによりキリストイエスによるあがないを通して値なしに何も払うことをせずにということです値なしに義と認められるからです義が着せられるという意味ですそしてこの礼服が着せられるもう一つの箇所あるんですが私たちがよく知っている箇所だと思います第,第2コリント5章21節 第2コリント5二21節にこうあります。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。この特に第2コリント5二21節はキリストの義が私たちに与えられたことを説明しますけれども、この 英語ではインピューテーションという神学用語が使われます。日本語では天下と言われます。天下。ダブルの天下が起きているのが21節でわかります。まずは、罪のない方が罪とされた。私たちの罪が天下されて、キリストは罪人とされたというのが一つの天下です。そしてもう一つの天下は、キリストの義が私たちのものとして私たちに着せられた。なのでダブル天下です。こっちはこ罪は向こうに、 そして義は私たちの方に来たということです。で、これが教えているのは私たちが義となるために誰かが犠牲となったということを教えてくれています。そして私たちが義が与えられたというのは神様が私たちを見たときにまるで私たちがイエス・キリストが生きた完璧な人生を生きたかのように神様は私たちを見てくださる。きれいな礼服を着ている姿として私たちを 見てくださるということです完全な人生を生きたかのようにうちの教会は聖火隊がないですけれども聖火隊がある教会に行くと大体聖火隊員たちってガウンを着ています大体明るいガウンが多いですアメリカどこへ行っても何を意味しているかというとガウンを着て賛美歌を歌っているんですが内側は 人間、汚れたそのものかもしれません。焦げた跡がある私たちです。でも、そのガウというのはキリストの義で私は着せられたものであり、神様の栄光を褒め歌う人たちなのですという意味を持っています。聖歌隊員たちがガウを着ている。キリストによって着せられた義のガウです。イザヤ43章4節で神様が言われます。私の目にはあなたは高価でたっとい。どうしたなんでしょう 聖書を持って説明するならばあなたが救い主キリストのガウンを着ているために神様があなたを見たときにあなたは高価でたっといという,うに神様は私たちを喜んでくださるということですこれがどういう意味を持っているのか神様の義が着せられるどういう意味ですか信仰の先輩の中に 天皇暦定例の,その書物を Pilgrim's Progress を書いたジョン・ボイヤンって牧師がいますで彼が罪人の頭にあふれる恵みという本を書いていますけれどもその本の中でこのキリストからいただいた義をこのように説明するんですね自分が畑の前を通っていたときにキリストの義を目想しながら空を見たんだけれども 自分のまあ、木想の中で見たビジョンなんですけれども、神様の、父なる神の右に、イエス・キリストが右の座についておられた。そして、私の義がそこにおられる、There is my righteousness。というふうに自分が目想をしていたんだそうです。そして、ふとこういう思いが与えられたんだそうです。 イエスが父なる神の隣に今右の座についておられるのであればそれが私の義であるならば父なる神は私を見て彼の義は足りないではないか彼の義はどこにあるのかという風に聞くことができないではないかという,うに気づいたんだそうです私の義はイエス・キリストはそこにはっきりとそこにおられるなので神様が私を見てこのジョン・ボニアンの義は足りないではないかということを言うことができないなぜならイエス・キリストが私の義だからである そしてさらにこう気づいたんだそうです。もしイエス・キリストが私の義であるならば私が霊的に良い状態である日も義であり霊的状態が良くない日であってもキリストが義であるなら私は神様の義として認められているつまり自分の行いによって自分の義に 何かを足すことはできないということに気づかされたんだそうです。この意味が分かりますかマ,マーティン・ルターもこの部分というのをものすごく重要に思ってたんですが私の行いによって自分の義神様によって着せられた義というとに自分の行いで何かを足すことはできないということです。キリストが私の義なる方だから。 Jesus is my righteousness. I cannot add anything onto it.NCC 東京を見ますと私たちは私も44で大体今は私たちの親世代を天国に送るっていう時期だと思います大体私たちまだ若い方だと思いますで私たちが20年30年経つと 次から次へとあのようにいくと思います健康な方はもうちょっと長続きするかもでも20年30年経つと私も60代半ばぐらいになっていくと健康いつ死んでもおかしくないような状態になるわけですで皆さんが20年30年後に死ぬ時に主が許してくださって同じ私と共同体同じ共同体にいるのであれば死ぬ前にベッドの上私電話してください私に 私が行きます。皆さん死ぬ前に2日前でもいい3日前でもいいです。私行きます。皆さん死ぬ前に。私が死ぬ時にも皆さん来てください。電話するので, <laughs> で、皆さんのところに行って、私は皆さんに何を言い聞かせるのか。一番最後に残っているのは耳の機関だと言われていますけれども。言うと思います。キリストがあなたの義なのです。というふうに言うと思います。天国に行く前に備えてください。自分の義で天国に行くものではありませんよ。 キリストがあなたの義なのです。Jesus is your righteousness。その信仰を持って天国に行ってください,いううに。コーナースターという賛美がありますね。私の希望はイエスの地にある。で、これ残念なのは英語の歌詞を見ると、My hope is built on nothing less. Then Jesus, blood and righteousness. そのイエスの血と義の中にあるっていう歌詞があるんですねそのまあ日本語でちょっと義まで入れられなかったので血だけになってると思うんですけども3節この歌詞を見ると「主はまた来られ私を見つけるしのぎをおまとい」 見前に臨む主の義をまとい私はその天に行く時にイエス・キリスの義をまとい天国に入っていくのです。自分の今までの業績を持って神様は今までここまで頑張りました。入れさせてください。ではなくてキリスの義をまとって天国に入るのです。この希望を歌っている賛美です。で私たちが死ぬ時にも全く一緒です。 今日死ぬ人でも30年後に死ぬ人は全く一緒です。イエス・キリストが私の義なのです。でサタンがいつか皆さんにやってくると思います。枯渇をするためにやってくると思います。あなたは救われるべき人ではない。いまだに罪を犯しているものではないか。で私たちがどうそれに応えることができるのか。サタンよ。私は。 確かに私の服は汚れている、シみがついている。でも私の救い主なるイエス、キリストがくださった、その義っていうのは完璧な義である。キリストが私が死ぬべき死を死なれ、生きるべき人生を完璧に生きてくださった。だから私はその義をまとい天国に行けるのです。だから自分自身をクリスチャンだということができるのです。ローマ書8章33節に変わります。 誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが、神の右の,右の座につき、しかも私たちのために取りなしてく,くださるのです。キリストが私たちの義であられる。最後に適応で、じゃキリストは私の義であられる。 この地上でどういう意味を持っているんですか、適応を一つして今日説教を閉じたいんですが、キリスト教って結構シンプルじゃありませんか、皆さん。Way too simple。頑張ってくださいねではなくて、イエスが私のために完璧に生きてくださった、代わりに死んでくださった、復活したが、それを信じる信仰によって救われるのがキリスト教です。シンプルです。 でもなぜこんなにシンプルなものを受け入れようとしない人たちがこの世にはいるのでしょうか今日、改心祈祷にもありましたけど、ヨハネ5章44節でキリストはこうおっしゃいます。互いの間では栄養を受けても唯一の神からの栄養を求めないあなた方がどうして信じることは私を信じることができるでしょうか 互いに栄養を受けても神様からの栄養はいらないという人たち。こういう人たちは世の中にいると思います。私は人々に認められることの方が好きですというふうに。なので別に神様から認められることはそんな重要ではない。そういう人たちはこの地上にいると思います。そしてイエスの義もいらないというわけです。I don't need it. 皆さん、キリストの義をいただいた人にどんな変化が起きますかどんな特徴が出てきますかどんな成熟した部分が出てきますか一つだけ私が例え話で閉じたいんですが、私のちょっとした証しですで。この話というのは実際に皆さんの前で話すのも恥ずかしい話です。<laughs> どこかで話が録画されていること自体も恥ずかしいことなんですけど、恥ずかしい話です。 ただ、福音によってどのように私が今まで少しずつ変えられたのかその一部を分かち合いますと私は韓国ソウル生まれです、1980年ソウル生まれ9歳で日本に来たんですね、選挙者の子どもとして日本に来ました。で、日本で3年生の終わりから学校、高校卒業してアメリカに行ったのは18歳、19歳手前でアメリカに行ったんですけれども、アメリカに行って、 アメリカの文化に少し馴染みながら気づいたことがありました特に私最初に行ったのがロサンゼルスなんですけどもそこのアジア文化っていうのがそのアジア文化を知れば知るこういうことがあったんですね大体そのアメリカに来ているそのアジア系は、えー、どこで生まれたとか学校とかであってもどこで生まれたそしてアメリカにもし後から来たのであればえー、何歳でアメリカに来たの必ず聞くんですねこれ。アジア 白人同士あんま聞かないことだと思いますけど、アジア系の人たちは大体聞く、えー、そうなんだ、えー、ここで生まれたんだ、あなたバナナだねとか、トゥインキーだねとか、そういう話するんですね。うちそつまり、外はイエローでも中は白なんだね、そういう話を互いにするわけなんですけども、あアメリカに遅れてきたそのアジア系の人たちのことを FOB っていう,うに言うんです。f o ブわかりますか <laughs> ?FOB って言って、 Fresh off the boat って言ってフ o b っていう風に言うんですね。他の地域はわかりません。ロサンゼルスは少なくてもそういう単語はよく使われていました。f o ブ f o b っていうのは相手を見下すようにあ,あなたアメリカに遅れてきたからこういうことわからないんだね。あなたファーブだね。っていう風に呼ぶわけですよ。それがアジア系の LA 文化にあったんですね。で私はあの東京でアメリカンスクールに通っていたため英語ができたんですね。アメリカに行った時に。 で、このファーブということがあるということを知って、絶対ファーブと言われたくないなと思ったんです、自分で。絶対呼ばれたくない。で、私、英語ができたので、ある程度ごまかすことができたんですね。アメリカで成長したい人のかのように。で、聞くわけです、自己紹介の時。あなた、えー、何歳の時えー、韓国生まれなんだ。えー、じゃあ何歳でアメリカ来たのえー、そうなんだで,で、私が何歳で韓国を出たことに対して、当時、 だ自分のコンプレックスですよね、完全に自分のコンプレックス。ファーブなんだけども、自分のコンプレックス。だから、9歳で韓国で出たの五5歳で出たっていうふうに嘘をついてたんです、大学生の時に。自己紹介すると、ああ、自己紹介しながら。でも、5歳って言ってもごまかせたんです。英語もできたし、日本語もできたし、ごまかせられた。で、嘘をついていたっていうのが、大学生の時は、まは、なんとなく、5, 5, 5歳ということで。 進学校行ってフィラデルフィアに行って進学校も最初の数年っていうのはそういうなんか目を伺うような感じで少し嘘をつくような感じでいて進学校終わるぐらいになってものすごく心が刺さったんですよこれ嘘ついちゃいけないんじゃないのこれから伝道師牧師になるでしょ嘘ついちゃいけないでしょでも皆さん分かりますか人間関係って最初のボタン間違えると後から大変なんですよその巻き返しができなくなるような人間関係あるんですね で私が、その進学校を終える段階からは、もう嘘はつかない。というふうに決断して、その後っていうのは普通に自己紹介の時に私は何歳で引っ越しをして日本に来ました。9歳で引っ越しをしました。で、これがアメリカ行った離れて約10年前に私がアメリカのまた学校行ってたところ、ロサンゼルスだったりフィラデルフィア戻って、また 自分を紹介する機会があったんですね。教会の前に立って私はこういうもので何歳の時に日本に行きました。勇気いることです結構、以前は5歳とか行ったところがみんな教会の前でまた嘘をつくことにはならない9歳で日本に引っ越したものでありますって自己紹介するんですねで。その時に過去には嘘をついてた友人たちもそれを聞いてあれ、そうだったっけっていううになったんだけども。 そのリーオリエンテーションがその認識が変わったんだと思います、私にとってそうだったんだという認識がで私は自分なりに自分を守るためにそして自分をもうちょっと正直5歳とか9歳とかそう変わらないんじゃないと思うんだけども実際にアメリカの文化内に入っていると違うんです、結構5歳できた、9歳できたって結構違うんですねでも自分なりにそれをオープンにすることができた。 なぜできたのか根本的になぜそれができたのか福音のメッセージです神様に義として認められるものそして人々の前では確かに恥ずかしいことかもしれないんだけどもそこまで神様の義よりも人々から与えられる称賛だったり義っていうことを気にしなくてもいい 少しずつ私が真理を語れるようになっていった自分のアイデンティティについても福音が浸透していくと浸透していくほど人のガードは下がっていくんだそうです <laughs> 皆さん分かりますか福音が浸透していくと自分のガードが過去に対するガード高い時ありますよねえ過去のこと聞かないで聞かないでっ <laughs> てガードが高い時ありますでもガードがだんだん下がっていきます Okay. This is who I am. これが私なのです。キリストから来る義をもっと誇るようになる。で教会の中でも同じことだと思います。互いに分かっちゃいますけど、過去のことも話しますけども、福音が浸透していけばいくほど自分の真実を語られるようになっていきます。まだ福音分からない人はよく恥ずかしいことも言えるねって言うかもしれません。でも 福音が入っていけばいくほど人は自由になれるのです、その分。私たちが本当にイエス・キリストの義をまとい、キリストがくださる自由、また安息を永遠に得られる教会になっていくことを願います。一言お祈りします。天の父のる神様、今日はゼカリア3章を通して、ゼカリだヨシュアの大祭司が。 神様がくださったきれいな礼服、義をまとったという箇所を見ましたまさにクリスチャンである私たちは自分の義ではなくてイエス・キリストの義によってそれを信じる信仰によって私たちは救われています自分の義を気にする人は人々が自分のことをどう思っているか非常に気にするかもしれません しかし、イエス・キリストを通して義を得ているものであるならば、自分の過去に対しても自由になることができるでしょう。そして、イエス・キリストの義だけを私の誇りとすることができるかと思います。主よ、どうか NCC 東京の教会が何よりもイエス・キリストの義をまとうことを誇ることのできる教会となっていきますように。そして、さらにそれを通して、教会の交わりも深まっていきますように。 私たちが本当の姿を持って本当に純粋な交わりをすることができますように祝福してください。今日のメッセージを通して教えてくださったことを感謝しゲスキリストの皆によってお祈りいたします。アメンただ主の十字架にという賛美を賛美しながら生産式に心を備えていきましょう。